どうも、キワチンです。歴史が動いたゴジラ対ガメラということで、奇跡のコラボ、70年の歴史で初めての公式コラボ、ありがとう。僕はずっとこの時を待ってました。そしてこれ、ゴジラアースと最新のガメラ、リバガメですね。アースさん、これ高速可電粒子ビーム放とうとしてるやん。そしてこれなんか空から黄金の終焉出てきそうじゃない？ということでね、早速ゴジラバトルラインやっていきたいと思います。はい、新世紀の破壊神、結果発表。順位は、そう、1位か。まず、お、 TC システムスタンバイ、いいですね、おめでとうございます。エミの声が聞こえてきそう。僕はですね、238位、これ歴代最高かな、記録更新多分。結構頑張ったんですよ、後半ね。そして新シーズン到来、頂上決戦、ゴジラ対ガメラリバース開始。やばい、今のもうスクショですよ、スクショタイム。そしてね、これ、あ、ちょっとログインボーナスを逃しちゃった。あ、いけるか、オッケーオッケー。あ、そうかそうか、なんかもらえるのか。あ、卵が溜まってたんかな、びっくりした。まあ、ギャオスかと思った。で、まずそれよりもですね、ここ一括受け取りさせてください。本当にいいです、あの、彼本当にいいですから。あの、そういうのね、あの、期待してないんで僕本当に。お、スペゴジか、結構出るね。うん、本当によく出るスペゴジ。だって10個溜まってたもんね。ここはバーニングさん、夜だからね、来るでしょバーニング。ジャガーはきっと来るよ、じゃねえんだわ。ちょっと本当にどうかしてる、おかしい。ちょっと待って、ちょっと怖い、怖いよ、怖いよ、お父さん。僕なんか前世でなんかやったんかな、やらかしたんかな。おー、ファイアラドン、ファイアラドンでか、普通の、え、あ、普通のラドンか、びっくりした。2連チャンできたかと思った。ということでですね、改めて今回の新ユニット、ズガメラ、9月7日ネットフリックスにて全世界配信開始されたガメラリバースからガメラですよ。てかもうこれやばい、このゴジラのゲームに今ガメラ映ってんのよ、これ合成じゃない。まあ、ガメラっていう怪獣は1965年、まあ、初代ゴジラの11年後だね、大怪獣ガメラという映画で誕生した。ゴジラももちろんなんだけど、日本が誇る大怪獣なんですよ。ただ一度も交わってこなかったの。まあ、会社が違うからね。で、いろいろまあ歴史はあるわけよ。で、それは必ずしも友好的な関係だったかはわからない。だけどね、今こうやってコラボしてるわけよ。いや、これ本当にゴジバトだけど、トークだけで30分ぐらい使えるよ、本当に。それぐらいすごいことなのよ。まあ、本当ありがとう、この気持ちを。じゃあ早速見ていきましょう。ガメラリバースコラボ中、記念ミッション開催。ガメラリバースコラボ開幕。ネットフリックスにて全世界配信中のアニメ、ガメラリバースより、ガメラがゴジラバトルラインに登場。ギャオスも9月15日登場予定。スペシャルコラボをお楽しみください。ということで、ほんとやばいね。てかね、ガメラリバースめっちゃ面白かったので、ネタバレ極力なしの感想動画出してるので、よければ見てみてください。そして、星4ガメラ紹介。来たよ。これ見て、東宝のね、ゲームに角川の文字を、もうおかしく、どう、何これ異世界ですか、本当に。ユニット時のガメラは地上ユニットながら飛行タイプに非常に有効な攻撃方法を持っています。地上タイプの敵には格闘攻撃を行い、飛行タイプの敵には 250% のダメージとノックバック効果のある火球を浴びせます。かぁ、ノックバック。頭が。リーダー時のガメラは飛行ユニットに対してさらに優位性アップ。あ、リーダーになれるんだね。必殺技、火炎弾かな？は、扇状範囲内の敵にダメージとノックバックを与える上、フィールド上の敵飛行ユニットが受けるダメージを20秒間アップさせます。なるほどね。そして、あ、ギャオスはまだか。そうね、ギャオス15日からなんだよね。これ、動画一本にまとめるか、ちょっと迷ってます、今。ガメラのスターランクを5回上昇で、ガメラオブジェ、方向バーチョン。ええやん、ええやん。で、ちょっとここも見ていい？スペシャル何がもらえんのかっていう話を。来たー！これ飾りて。ガメラ2023編成で15回勝利ね。はいはいはい。あ、で、これももらえるのか。アニゴジか。アニゴジ編成でもらえるやつか。で、これがさっきのオブジェね。いいですね。
で、早速ちょっと見てみる？見よう、もう。ここです。来たー、いるよー。来たー。あーあーあーかっこいい。そして下見てみましょう。地上ユニット、アンギラスを撲滅した後に、おー、ギドラは下級と。しかもノックバック。コスト5。普通やね。6とかになると思ったけど。まあ、5ぐらいか。うん。他のウルトラマンとかと合わせてね。で、ステータス。こんな感じですね。はい。で、ちょっと、リーダー陣。必殺技。これは火炎弾か。おー、え？連発？おー、すごい！え？どんだけノックバックすんの？え、これね。平均ユニットに300ダメージとノックバックを与えて20秒間、飛行ユニットの被ダメージを 1.5 倍にすると。だから相手が飛んでれば飛んでるほどガメラは力を発揮するってことか。ステータスはこんな感じ。はい。で、ここちょっと見ると、こんな感じですね。うん。ガメラはね、子供たちの味方なの。ではちょっと、今回の動画はね、ほんと長くなると思うんですけど、ちょっと見ていいですか？これなんだよ。もうね、もうやばいのおるやん、これ。なんかもう文字がちっちゃくなってるやん。普通のゴジラパスに加えて、プレミアムゴジラパス。これは従来ありましたね、今まで。そして新たに今回、ガメラリバース。アルティメットゴジラパスなるものが出てきたと。なんじゃそれと。ゴジラパスのグレード報酬で、星音が選べる、星音チョイス、究極の探索地図を合計5枚獲得。え、だから星音を、5回選べるってこと。選択できるってこと。激ヤバやん。で、ゴジラパスのグレード報酬で星音ガメラを獲得。ゴジラパスのグレード報酬で星音強化 G マテリアルを獲得。で、1、10、100、1000万。10万 G トークン。この G トークンはガメラトークンかもしれへんな。ちょっと待って、よくわからなかったね。ちょっとこれ、見ていこうか、これ。遡っていくと、ガメラも、え？でも7ではもらえへんね。あ、ここはもらえんのか。あ、なるほど、全部もらえるってことか。え、すっげえな、これ。あ、で、あ、そうか、ここでもらえんのか。選択できんのが、だから本当に5回ってこと？え、ここでももらえんのか。なるほどね。何この頭のおかしい。パス。あ、ここでももらえんにゃ。はあ、あ、ここはもう、あれ、これは普通のプレパスね。アイコン。あ、ここでも G、だから G マテリアルも2個ってことこれ。あ、そうだ、2個だ。え、ちょっと待って、何これちょっと待って。まあ、ただ、普通にプレパス入ってなくても、50グレードまでいったらガメラもらえますよって。これは言っておきますね。うん。ただですね、僕はもう本当に今回は、今月だけは、もう、全身全霊 G に課金したいと思ってますので、入りやーす。1980円。ソフビより安い。あー、いけたー。で、受け取りましょう。で、ちょっと待って。マジかこれ！プレパスは別なんこれ！嘘だろー！ちょっと待って。じゃあ、800円の1980円。3000円近くかかるってことか。気づけば、私は、購入していました。入らずに後悔より、入って後悔。岩を。じゃあ、全部受け取ります。まずこれね。OK。プレゼントボックスで、あ、ここで、受け取れると。やば、これ。ちょっと待って。あ、でもあれなんやね。ガメラとかコラボユニットは無理なんやね、これ。まあ、そのあたりちょっと辛いな。まあ、いろいろあるんでしょう。で、これじゃあ、バーニングゴジラ。いやー、ちょっとマジこれ。ここでちょっとジェットジャガー選ぶっていうね、ちょっと、OK を狙おうかなと思ったけど、さすがにそれはちょっと、手が震えて無理やと。ここ行きます。いやー、すっごい。いいなぁ。ほんまにすごいな、この。これパックってずっとこの先続いていくんかな？すごいねぇ。ゴジバト。あ、この負けられないっていう。このスタンプは、あれだ、パス入ってなくてももらえると。これいいね。ガメラらしくてね。負けられないっていうのはこう自分のためだけじゃないのよ、ガメラは。誰かのために戦うからね。ちょっと待って。いろいろあるぞ、これ。うわぁ。東京駅やん。シンゴジラと合わせたいね。おゴジラ怪獣惑星。あ、初期ポスター懐かしいね、これ。確か初期だよね、これね。テザービジュアルって書いてあるもんね。うわ、懐かしい。ちょっと待って、どうしよう、これ。ピックアップやる？これ、カメラ。これ行くか。確率は、ゴジラアースとガメラが 33.33%。なるほど。もうリバガメに捧ぐ。お願いします！
帰ってくれ、破壊の王よ。マジですか。まあ悲しいけど、まあいいや。あ、ちょっと待って、これちょっと対決させといて。桜舞う富士の麓でミニラ現る。おお、この対決はもうすごいカオスじゃない、この空間。いけるでしょう。お、よし、ありがとう。ミニミニラ、やっぱ富士の麓でね、攻撃力アップしてますから。で、ここでちょっとガメラ予約しとこう。あ、そうか、できひんのか、持ってないから。ないか。なるほどね、まだ持ってないからできんのか。ではガメラちょっと手に入れたいんだけど、その前にですね、今回はパーティー編成をご紹介したいと思います。かなり変わったんです。そしてかなり強くなりました。というより環境に適応させた編成になったっていう感じかな。まず抜いたのはスーパー X とミニラです。まず根本として僕ね、いつもこうバトラかデストロイヤー、どっちを入れるかっていうのでずっと悩んでたの。扱いやすさはバトラだけど、でも使いたいのはデストロイヤーみたいな感じで、まあ、デストロイヤーめっちゃ強くなったけどね、とはいえバトラの使いやすさはすごいからって考えてたんだけど、発想を逆転させろと思ったの。2つ入れたらええやんって千尋さんの声が聞こえたのよ。そしたらめちゃくちゃ使いやすいのよ。要は以前まではバトラー幼虫を成虫にするための壁っていうのはバーニングゴジラさんぐらいしかいなかったの。まああとはミニラとか。でも普通にね、この子も壁にできんの。進化ユニットって壁にできないっていう固定観念が僕の中にあったんだけど、そうじゃないんだよね。まずはどっちかを進化させる、それが大事なの。どっちかを進化させたらもう一体をめちゃくちゃ進化させやすくなるの。そうしたら戦いを優位に運べることができると。で、またデストロイヤーがめちゃくちゃ進化しやすくなったからね。これおっきい。で、プラス、環境適用っていうのはすごくおっきいんだけど、今の環境で猛威を振るってるユニットが、ま、とにかく、こいつ。この子はね、10回中、ま、冗談抜きで、9回ぐらい見る。それぐらい使用率高い。で、プラスで、クモーグ。もうね、使徒の後ろに雲を置く。このセットは10回中5回ぐらい見る。でもね、雲を置くバランス調整で弱くなったんだよね。コストが上がって、攻撃射程が狭まって、スタン時間も短くなったと。まあ、かなり弱体化したと。まあ、それでもあんま強いと思うんだけど、まあ、で、雲を置くは、この、モスラで対応してたんですよ。スタン無効化付与ね。で、さらにモスラ2019は使徒にも有効なのよ。足止めできるしね。ほんとチートなんだけど、まあ、要するに使徒の自爆がものすごい厄介なんですよ。で、その使徒とスーパー X がものすごい相性悪いんですよ。遠距離から第4の使徒を破壊することはできるんだけど、結局ね、爆発に巻き込まれるんだよね。で、巻き込まれたら一撃で大破してしまう。だから今の環境で正直、スーパー X はあんま良くないと思う。っていうのが僕の結論。ってなった時に、要は、使徒を遠距離から破壊して、かつ、こっちにダメージも食らいたくない。そう考えた時に良かったのが、この、無人在来線爆弾なんですよ。これめちゃくちゃいい。これによって、使徒を遠距離から破壊することができるんですね。それに加え、ディメンション態度もあるから。これはダメージも与えられるし、相手のユニットを移動させることもできんの。だから、第4の使徒とか、またはね、バーニングゴジラさんとか、にもすごく相性がいいんですよ。遠距離で破壊できて、かつどっかに追いやることもできると。だからこの2つはね、本当に僕は重宝してるし、逆にこの2つは僕が使われたくないアイテム。だからあんま言いたくないんだけどね、これ。キリュウも最初遠距離攻撃だから、そこで第4の人破壊したりできるから、これも入れてますね。あとミニラも抜いたんだけど、ミニラはねコスト2で手札の回転を早めるにはすごい向いてたんだけど、最近ねガイガン2004の使用率もすごい高くて、このガイガン2004とミニラはすごい相性悪いのっていうのもあって抜きました。あとはこの子はすごく強いし、バーニングさんも使徒と一緒で自爆がものすごく強い。まあバーニングさんは好きだから入れてるっていうのが大きいけどね。であとリーダービューゴジね、まあ、この子は体力お化けだから絶対っていうので考えたのが今の僕のね環境ユニットっていう感じかな。先月ねいきなり勝てなくなったの。でもそこから工夫して考えるのがものすごい楽しかった。自分の好きなユニットを入れつつ、どうやって勝つか、他のユニットでこうサポートしていくかっていう、その工夫がね楽しいのよ。でそんなこと言ってたらデイリーセールでデストロイヤーさん出ました。ありがとう。てかね、ほんとよく出んのよねこの辺で。ありがたい、嬉しいですね。でここはね毎回僕広告見てますから、毎日ほぼ毎日見てる。ではね、ガメラ手に入れる前に一旦この編成での戦いをお見せしたいなと思います。でその前にモスラ強化します。マテリアルぶっ込む。この子はね期間限定だから、とにかくマテリアルは全部ぶっ込みます。はい、
じゃあこれでいくか。ちょっとねやらなさすぎて今ランキング外ですちょっとね今月ねボート忙しすぎて、だから今レベル強いと思うのでフラットバトルでやっていきたいと思います。これだとレベル固定で強さが分かりやすいですからね。お、対戦ありがとう。こちらこそ対戦ありがとうございます。これすごいですね。すごく気持ちよくバトルを始めることができる。ただ手札が、まあ、手札まあまあいいですね。うん、まあ、ね、集合体かな。あれ、ちょっと電波がよろしくないですね。あ、大丈夫か。そうね、シンゴジラも強化されたからかなり使う人増えたかな。そういう印象ですね。モスラでちょっと、あー、なるほどね。ギドラーか。偽りさん、偽りさんはね、やっぱりまだレベルがそんな高くないっていうので、使用してる人はそんなに多くない印象かな。お、そうはさせません。あ、でもこれモスラ2019対キングギドラ2019劇中再現してますね。しかも勝ったしおーしゃー、危ねー。キングゴジラまんま進化させたくないからね。あ、でもね使徒使ってこないね。ちょっとここイラで、あー、あ、そう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 、あのね GMK の使用率もねかなり高いですね。 GMK は攻撃力が高い上に範囲ダメージなんだよね。これがなかなか厄介なんですよ。そうね、もうやっぱ使うもの被ってきてるよね、強いキャラね。モスラ2019もね個人的には結構チート級やと本当に思ってるからね。だからぶち込んでますマテリアル。あ、今のミスったね。モスラ2019ってやられたらコストが2回復するんですよ。それを忘れてるとコスト2の回復の恩恵を受けれない時があるので、モスラ2019がやられる前はできるだけコストを使っておきましょう。今のちょっともったいなかったかも。まあデストロイじゃなくてシンゴジラは進化させましょう。いいですね、いいですね。なかなかこれはちょっとどうやろうな。これさ倒したいね。オッケー。でここで攻撃力アップもさせとくか。オッケー。このね分裂体がなかなかいいんですよ。なかなか通して壁になってくれる。 GMK とかがいたら厄介やけど、そうじゃない限りはかなり使えます。これ霧をぶっ放すと。でここでデストロイヤー出しておきましょう。 OK。 おー、そこでそういくか。なるほどね。あ、ガイガンのスタンが向こうにならなかった。OK。これ熱いな。これどうなるやろ。いいねいいね、いっちゃって。よし、ちょっと熱いぞ。どうでしょうね。 OK。 ここで切る。これいけるかな。頼みます。おー、ありがとうございました。いやこれはすごい良かった。大さんありがとう。いやめっちゃ強かったね。でさ、お互いのユニット見てさ、今トレンドあったでしょ。ガイガン2004、モスラ2019とかね。だから最近結構偏ってきてるっていう印象があるかな。ではね、ちょっとガメラさん手に入れるまでスキップします。はい、ではガメラが来ましたので受け取ります。いや来るよ来るよ。ほい、おお、本当に来たのこの子。感動の瞬間ですね今のね。でちなみにね、ちょっと時間経ちすぎてギャースの実装も来ました。ちょっと後で見ようこれ。うん、では
カメラを編成しよっか。どうしようかな。いや、でもバーニングさんと並走させたいっていうのがあるから、ちょっと今回はあえてバトラー抜いてみるわ。うん、これでいく。よし、行くぞ。初めての、え、ちょっと待ってよ。リーダーカメラやん。来た。じゃあいきますね。まずもう早速いきます。いやー、ゴジラのゲームでガメラが泣いた。そして並走、感動だ。いけ。おー、ちょっとモスラ、おし、あぶね。あー、やられちゃうか。あー、やられ方がかわいそうだ。よし、あぶねー。ちょっとあのガメラに見とれてて、こんなんなってもうた。おし、あぶねーなー。よし、ちょっと待って、ガメラね、なんか火球打たせたいね。相手のガメラのところも行きたい。さて、ちょっと待って、これで、でもね、モスラ2019とガメラって相性あんま良くないよね。あんま相性良くない気がする。ここでガメラ行きます。あ、でも逆にそうか、レオと相性いいかもね。おー、ノックバック、いいね。おー、素晴らしすぎる。あ、いいかもね。戦術の幅広がりそうやね。てかめっちゃかっこいいな。ただちょっと攻撃速度が遅い感じはちょっとするね。まだレベル10だからね、今ね。ちょっとあと攻撃力が今ね。おー、あー、やられ方がかわいそうだ。周りね、ネットフリックス見た方だと、あのやられ方もまたね、ちょっとグッとくるもんがね。いや、わかるでしょ、みんな見た。もう入ろうぜ、カメラ。これノックバック、あ、そうだね、ちょっとあれが大きいから、うん、モーションがちょっと大きい感じはするね。よし、ただいい。ああ、そうだね、ちょっと今レオの攻撃反撃食らっちゃいましたね。よし、勝ちました、ありがとう。うん、よかった。細かいこと触れていく前に、私は感動しました今。なんか夢見心地な感じで、ちょっと脳細胞がこうやられたもん。で、ちょっと分かったのは、やっぱりノックバック火球、すごいね。ただ、ちょっとモーションが大きいので、レオの反撃食らっちゃいましたね。だから、ジェットジャガーぐらいコンパクトに攻撃してくれたら、もっと良かったんだけど、そこかな、気になったのは。ちょっともう一回やるか。じゃあ、ちょっとフリーバトルで行こう。フラットね。いや、でも面白いよね。確か飛行でノックバックって、初めてなんだよね、カメラが。お、スジラさんかな。あー、なるほど、この手札か。そうね、どうしようかな、これ難しいな。まあ、行こうか。やっぱりね、集合体の使用率もね、激しく、本当に今までは一切見なかったのに、もう一緒やん。やることは一緒やん。一緒やがな。よし、これで進化。おー、アースか。ちょ、アース対ガメラ行く。あ、ギャオス来たんやけど。ちょっと待って、まだ使ってへん、持ってへん。ちょ、待って、ゴジラアース対ガメラ、これは来てしまいましたよ。アニゴジ対アニガメ。瀬下監督見てるかな、これ。いけー、すげー。おー、あー、負けちゃった。アースさんに負けちゃいました。まあ、アースさん帝王だから、王ですから負けちゃいますよね。
わー、すげー、すごい戦いがもうちょっと待って、パニックです僕ちょっと今で、こういうところで無人在来線を撃っときますと。 OK、 進化させな、あー進化しちゃった、無駄撃ち、くー20秒は早い。なんかすごいなこれ。ここはアースさんはあえてデストロイヤー完全タイプつけます。すごい楽しい戦い、楽しすぎるこれ。この時間を永遠に続けで、モスラ、あこれミスったね、デストロイヤー右に出した方が良かったかも。おー、あそうギャオス増えてんだよね。ちょっと今のうまい具合にやられたな。やばい、これちょっと待って、危ないぞこれ。うわしかもビオランテ最悪やん。うわ最悪かも。ちょっと待ってこれ危ない危ない、どうしようどうしよう、よせ、これ危なすぎる。あーやられたか、ガメラー助けてー。うわやられた、ちょっとあかん、ちょっともうあれですね、負けましたね、完敗ですね、ありがとう。これはね、こっちのバーニングゴジラと相手のモスラ2019の1、あれでもう勝負が決まってしまったね。ちょっとさっきの戦いでガメラちょっとよくわからなかったけど、ちょっと続いては、リーダーにガメラしてみましょう。これで、うわー、いい。いい。後ろガメラに変えとこうか、これ。これだ。おー、ははははは。ちょっとこれやばい映像ですね、本当に。ここにロード・オブ・モンスターズも飾りて。じゃあちょっとここでガメラ対決しようか。回復しとこうか。スター設定と。いるよ、ガメラ。お、来た。あとでちょっとやろうか、これ。で、対決予約しとこう。で、ちょっと行きますか。じゃあ普通のランクバトルで。はい。お、チンピ。なんかこう、放送禁止ギリギリみたいなね。狙ってんのかな。これは、そうね。G さん来ないね。あ、そうか。リーダーか。おお！来た。嬉しいね、もうガメラが出てくるだけで。速度はほんとゴジラと同じぐらい。よし！外眼のスターも無効化してくれるからね。あ！やられちゃったじゃん。マジか、強いね。よし、そっちがそう来るならこっちも、あっジャガー嫌やな。おお、ノックバック、かっこいい。いいですね、久々にビオゴチさん出したわ。もうこっちの方がちょっと強いみたいですね、レベルがね。おっ、夢のあるユニット出してくるね。2019か、あ、2021か。おねー、よし、いっけい。あ、違った、メカゴジラやったわ、騙されたやん。よし、あー、ミスった。いけるか、ノックバック。相手のカメラを見て、あ、ちょっと必殺技出したいな、そろそろ。おし、必殺技出していいですか、
はい。おお。吹っ飛びすぎだろ。楽しいぞ今の。ああ、美容おじさん結構射程短いやね。これ楽しすぎるこのゲーム。そう、美容おじとジェットジャガーは相性があんま良くないんですよ。よし、じゃあ行きますか。最後決めちゃいますね。楽しい時間も続いてほしいけど。よし。お、神秘ありがとう。これでなんかね、あの、あ、方向ちょっと見んの忘れた。あ、それちょっともう一回見よう。あー、よかったね。ちょっともう一回ここ取らせて。え、星ちゃん来るやん。え、なんやろ。あ、ラードも7個か。ちょっとね、火炎弾楽しすぎたんやけど、僕ぶっ飛びすぎやし。ということで、ガメラ使ってみてちょっと感動したんだけど、ここからはギャオス行きましょうか。行きました。星4ギャオス紹介。ギャオスは飛行タイプの軍隊型ユニットです。初回出撃地は中型の亜生隊っていうの、これ2体で登場し、撃退され、再出撃を行うたびに徐々にその体数を増やしていきます。3回目以降は大型の生体が出現、出現体数は最大5回まで強化されます。これすごいよね。これ文字だけだとよくわからんでしょ。ほんと高い破壊力を持つ超音波メスによる集団攻撃は HP に優れた高耐久ユニットにとっても脅威となるでしょう。まあ、要は蘇れば蘇るほど強くなるっていうことだね。サイヤ人ですね、彼ですね。これね、僕ね、感想動画でも言ったんだけど、ガメラとギャオスの戦いが一番良かった。なんだかんだ言って。もうガメラの永遠のライバルですからね。で、ちなみにギャオスは人食いますから。東方怪獣ではなかなかいないでしょ？ガイラ並みの怖さ。で、下見よ。2体でしょ？今。ね。ちっちゃいんだよね、しかもね。ただ、それがどうなんだろう。さっきもちょっとあえて出してきたけどね。お！ 3 体になってる。こうやってどんどん、あ、で、4体ね。しかもでかいと。そして最終的に5。だからこれ、え？あ、そうか。でかいの3体にもなるってことか。え？だからこれ対戦が長引けば長引くほどいいってことか。じゃあステータス。こんな感じ。5回目まであるっていうことね。はぁ、あ、はぁ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 。なんかもうちょっとぶっ飛んでますね、本当に。で、この子使いたいんだけど、まだ持ってないので、ここだね。これもういっちゃいますか。これだよ、これ。今月だけは本当にガメラに僕は全部捧げたいって思ってるから、今月だけは行くわ。もういっちゃえ。 G ストーンを G につぎ込む。そしてこれ、ガメラとギャオス、どちらかが必ずか。あ、なるほどね。どっちかなんや。どっちもやと思ってた。まあいいや、もう。いっちゃえ。あ。いやいや、もうこれでもいいよ。いい。なるほど。じゃあもうここで手に入れるしかないか。いっちゃおう、もう。もう迷うことなく私は行きます。ギャオスパック。1500円でギャオス確定。よし、もう僕も。よし、来い。おー、来たー。あー、またこのちっちゃいギャオスっていうのが面白いね。じゃあ、あえて、この編成で、ちょっと、ガメラも鍛えつつ、もうこの編成でさ、ギャオス行っちゃおうよ。うわ、もう楽しみすぎる、これ。もうなんかちょっとバグってきてる。編成とかもうどうでも、なんかもうめちゃくちゃになりそうだけど。そうね、無人在来線抜くか。あ、いや、ここはあえて、ゴジラ抜くわ。うん。回転ちょっと早めたい。ギャオスやから。でも回転早めるんやったらね、そうね、バトラーの方がいいかもね。これでいいか。まあ、でもガメラリーダーがめちゃくちゃ不安やけど、まあ、ちょっとこれで、え？え？
何なんかクーラーから水が滴り落ちてしまったんだけど、ちょっとどうなんだろう。ちょっと後で見るわ。よし。あゆみん0213。0213って僕のお母さんの誕生日ですね、これね。よし。あ、ギャオス来ないね。お、ガメラ対ギャオスいける？その前にガメラ対ゴジラ行っちゃう？あ、出すタイミング間違った。ガメラ対ゴジラ実現させたい。いやもうこれちょっとなんか今回楽しいな本当。おお。そうか、あ、ガメラここは下級ノックバックないんか、リーダーはね。よし。あ、今またミスったね。よし。ギャオス。そうか、ギャオス一体一体なんだね、これ。そうか。そうだよね、当然。お、ガメラ対ギャオス。おお。いや。ちょっとバグってるけど、あ、ちょ、でも見てなかった、もう見とれすぎてさ、もうコストとかもうどうでもよくなっちゃってんだけど、ちょっとノックバックのバグがあるね今ね。おーってね。じゃあちょっと次いきますか。じゃあ、あえてこう無人在来線打ちつつ、じゃあ2回目ギャオス。おー、3体になりました。おお、これいいぞ。もうちょっと長くいつまでも続けたいなこの時間。うわ、まあさすがに一体一体やね、弱いね。うおー、バーニング。はい、ちょっとこれで一網打尽にします。 OK。 次コスト4なのは変わらへんねんな、しかも。いきます。でかい、でかいノール。さて、ギャオス対ラドンっていう、こう夢の対決来る？来たー、ラドン対ギャオス。素晴らしいぞこれ、すごいぞ、かっこいいぞ。勝ったー何このゲーム、楽しすぎんやけど。もう戦略とかマジどうでもいい。あー、しかも吹っ飛ばされた。ちょっと待って、なんかもう私な泣きそうです。今日は泣きそうです。もうドリアンじゃないけど死んだっていい。シャワー、あいつスエードか言ったの。よし、次ギャオス。うわー、バトル対ギャオスやん。やばすぎる。じゃあこの辺で火球打ちたいな、そろそろ打ちますか。届くんかこれ。おお、届いた、すげえ。ちょっと出させてギャオス。おお、きた、3体で特デカギャオス。クソデカ飛ぶうるさい、絵がうるさいもうやばい、これ何これ、もうようわからん、バグってるやん。すごいね。まあこれ以上はないのか。5体のギャオスすごいね。もういけ。おお、でもさすがに強いね。いやー、ちょっと待て、いや、ちょっと待って、楽しすぎる。あ、また見るの忘れた。ちょっとゴジバトの可能性がまた一つ広がったよね、このギャオスによって。もう最後よくわからんかったもん、画面画面に、ね、モンスターいすぎ
楽しすぎるんだけど。でも地味だけどコストが増えないのがいいね。うん、まあまだねレベル10だから正直強さが分かりづらいっていうのはあるんだけど、いやちょっともうなんか感動してしまった僕。ラドン対ギャオスとか、じゃあねもう一回ギャオス使っていきたいんだけど、そういえばですね、実は前回このねメガロも実装されてたんですよ。ちょっとね実装が遅くて紹介できなかったんだけど、この子、このこのジャンプの仕方見た？で、この子はね、回復無効効果があるの。だからエスパーコーラスとか、あとはリーダーモスラの効果も無効にできるのかな？で、しかも範囲ダメージで、割と強かった気がするんだよね。ということで、この子も一回入れてみる？ちょっとバトラー抜くか。うん。これで、フラット行こう。で、メガロがね、50周年記念ですからね。うん。あ、そうか。ジェットジャガーも一緒に入れたらよかったか。まあまあいっか。お。ジッサン、タマーチさん。海外の方かな？お、メガロ来たね。こメガロね、歩き方がすごい面白いんだよ。さっきの映像あったじゃん。あれを再現してんの。ちょっと行くよ。行け。ほら。めっちゃ可愛くない？この歩き方。だってこれ嫌やな。進化しちゃいそうやな。ちょっとこれは。よし！わー、発足！うわ！最悪だ！うわー、すごい！これはゴジラ対デストロイヤー。これちょっとやばいっすね。ちょっとギャオス行っちゃって。あぶねー。ギャオスはどんどん出していこう。で、メロンガだから、モスラでいきますか。ちょっと出すタイミングおかしかったかな。かよし。さあ、フラットやからね。オッケー。うわー。ちょっとこれで。巻き込んで破壊、範囲だからね。 OK、 よし。おー、危ねー。そしてここでギャース行っちゃって。いいよいいよ、ギャースはやられてどんどん強くなる。サイヤ獣ですから。ちょっと待って、慣れないパーティーにちょっと苦しんでるけど面白いね。ちょっとここは一回、街で行こう、街で。で、ちょっとここいらで、そうね。メガさん。で、そうね。ちょっとあえて、こうで、こうかな。ちょっとデストロイヤーを、とにかく倒したい。そして、あ、ミスターバーニングじゃない、ギャオス出したつもりだったのに。くっそ。あー、危ねー。ちょっと待って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 。オーケーオーケー。で、ここでギャオス。楽しいね。ゴジラ対デストロイヤーも行われようとしてる。いいよいいよ。ギャオスが強くなるよ。ゲイ。で、ちょっと待って、バーニングさんで足止めしつつ、で、メガロも出す。オッケー。悪くないよ、悪くないよ、いいよいいよ。いいね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 。こっからこっから。よし、いけるかこれ。あと1回進化あるからね。ただエスパー効果が全くないから、全くメガロのあれだけど範囲ダメージすごいでしょ。
よし、じゃあここらでぶっ飛べ、あえてこれがしたいだけ。よし、すげえギャオス、いいね、メガロいっちゃって、この紫あるでしょ、これが範囲ダメージなの、範囲じゃなくて向こうからの。よし、よし、よし、素晴らしい、ありがとう。いや、いい勝負だったね、本当にね。普通にメガロ強いよね。ちょっともう本当に2回目ぐらいだったんやけど、使ったの範囲ダメージで射程も長いのよ。普通に強いと思うよ。でね、ギャオスはね、今のところ比較ができないから分からんね。ただそんな弱くはないと思う。こういうユニット初めてやからね。ユニットとしてはガメラよりも使いやすいんじゃないかなっていうのが僕の感想で、リーダーガメラはね、そうだね、飛行ユニットってどれが流行ってんだろう。まあでもモスラとかモスラレオとかバトラが来る可能性は高いのか。さあ、モスラ2019とかもそうか。だから飛行ユニットが結構流行りだした時とかはガメラリーダーいいかもしれんね。でですね、ちょっと思ったのがですよ、ここ SJHU 新ジャパンヒーローズユニバース、ここにですよ、加えてやりたいガメラを。これやっと仲間入りできたのよ。これで仲間外れにされてて寂しがってたのよ。だってこれゴジラよりヒーローだからねどっちかっていうと、ではこれどっちかってさ、こうなのよ、こうこうこう、下が敵みたいな。まあゴジラは味方ではないけどヒーローでもあるっていう、ちょっと難しい。この辺話し出すと長くなるんだけど、まあでもこれですよ本来は。うん、ちょっとこいつ抜くわ。でもでこれでちょっとこれでさ、最後戦わせて、新ジャパンヒーローズユニバースプラスワンフラットバトル。お、サーベックス、これもこの方も海外の方ですね多分ね。いやー、この編成ちょっと早速じゃあ行きます。海だから、ああれメガゴジラですね多分ね。騙されませんよ。早速ギャオス行っちゃいますか。あ、でもスタンはやっぱクモオーグ。よし、いいね、これもうなんかすごいわ、ほんまにゴジラのゲームだとは。とてもライダーキックやっぱメガゴジラでしたね。いやこれね、本当にね、今回の動画から初めて見た方と見てくれてる方とかね、いると思うんだけど、これね結構面白いのでやってみてほしい。騙されたと思って。お、新ゴジラもね第4形態に進化しやすくなったね本当に。いきます、いいね、これ本当にすごいユニ、すごい映像だなこれ、ほんまに。これウルトラマン出そうやばい、これはやばすぎる。なんかすごいことになってる本当に。楽しいね、楽しいねって普通に。じゃあエヴァもいっちゃいますか。おお、やっぱシンゴジラ普通に強いね。ようやく報われてきた感じするわ。ありがとう。いや、これがちょっとしたかっただけなんです。ちょっと必殺技出したかったけど、カメラも喜んでおります。おお、待って、来た来た。あ、ギャオスもらえんのか、いいですね。鍛えとこう。そう、いっぱいログインしとこうぜみんな。ちょっとここ受け取っとこうか。はい、ギャオス確定いいよね。あ、アースパイセン、そうか、ピックアップか。アースさんも育てたらめっちゃ強いからね。でちょっとね、今ねイベントもやってんのね。でこれ、ね、いつもね81ぐらいで止まんのよね。でもね、先々月全部クリアしたのよ。まあ最後運が良かったって感じだったけどね。これはこの辺のね、何度も言ってるけど、この辺のスペシャルでこれのミッションをこなしましょう。
で、僕がいつもやってんのはチビゴジラで敵を10体倒そうとか、ダイオウの人で敵を10体倒そうとか、これ全部クリアしてます。これ地道な作業ですから。あ、ちょっと交換所も見とこう。あー、マテリアルもう買っとこう。前回でも溜まってたからね。そんな感じ。あとギャオスは後で買おう。うん、はい、そんな感じでですよ、ゴジラバトルラインが実装開始されて2年以上経つのか。僕がやり始めて2年弱ぐらいか。僕2021年の10月ぐらいからやったので。でもね、ここまでさ、いろんなものを巻き込んで、だってガメラが来たんだよ、大きくなるとは正直思わなかったね。だって僕ゲーム実況本当に1回で終わろうかなって思ってたぐらいだったし、でも面白かったのよ本当に。愛を感じるんだよね、こだわりと。このユニットにはこの必殺技とかこの能力とか。なのでね、今後もね、ずっと続いてほしいなって思いますね。僕はこのゲームを推していきたいなと思うわ。まあ、そんな感じで。まあ、個人的にはね、ギロンとか、ジャイガとかね。そのあたりの実装もお願いしたい。そんな感じですね。というわけで、じゃあ最後に、スタジオバトル、やって終わりにしましょうか。おー、いますね、これ。これ、ちょっと待って、これね。これを、これいい、ちょっと待ってね。あれ、あ、いた。これでここに、まあ怪獣惑星と、でここにガメラはなかったのかな。ガメラのポスターはギャオス置いとこう。まあ、これで東方のビルを破壊しようとするガメラさん。あ、これでいいやん。これからは角川の時代だ。てかさ、今もったらこの辺のジオラマ欲しいな。ギャオスのジオラマちょっと買っとくかね。記念だし買っとくわ。はい、オブジェでギャオスこの辺に置いとくか。おー、こうやればさ、やりたいことがあってさ、これでこうで、東方のビルを守るカメラさん、これすごくない？あ、でもこれも、これ普通にいいね、なんか。でもこれ普通に良くない？うん、お気に入り。あ、これもいいやん。おー、東方ビルを守るカメラ。さっき破壊しようとしてたけど、最後にこれ完成して、カメラで買って終わりましょうか。あ、そうだ、注入しとこう、これ。あー、そっか。はい、じゃあ完成しましょう。ここでなんかゴジラとか来てくれたら本当にちょっと感動します、私は。おこれは重たいぞ、この役、この役目はきついぞ、大役。止まるかカメラに。え、お、ガメラが助けに来た世界線ですね。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。あのね、ゴジバトの動画いっぱい上げてますので、よければ見てみてください。それではまた、バイバイ。